すごい、MLB 時代5年2000万ドル。どういうことですかこれは。まあ、1ドル100円ならいくら。22億100円なら20億入ってきたの、伊賀経由。そう、5年、総額。そう、5年の総額。あ、じゃあ1年はそう、4万ドルだから4100円だから。あ、じゃあ今で言うとそんなに。そうだね、うん、なんか今ね、7億とか80億とか。そう、すごい値段だから遊んでんだね今できない。なんか書類とかすごいって言うよ、向こう。あー、すごい、すごい、うん、全部書く、代理人書く。代理人書く。自分は何する。任せる。数字言われていいよ。そうそう、まあ、元々ポスティングで行ってるから、うん、こう交渉材料というか、うん、選べないから、ね、あ、まあ難しい。いろんなこと言ったの。例えばファーストクラスでお願いしますとか、いや、家族のどのものとか、マンションを交渉してくれとか。いや、メジャー契約にしてくれとか。それだけそれだけでいいから。ポスティングだとやっぱ弱いんで、ね、そこ行くか行かないから。ポスティングだと弱いんだ。そう、うん、行かなかったらまた日本でやるしかないから。もし行かないって選択肢あったら。いや、もう快くね、阪神が出してくれる。そうね、そうそうそう。ちょっと結構ほら、こう見えて頑固なんで頑固な性格で多分戻ってこないよねタイガースには絶対。いろいろあったとしてもその時。いやいや、もうね、まあ、自分はでも、まあ、結局戻ったのはオリックスですけど、うん、まあ、岡田監督っていうことで、うん、やっぱりね、出た監督から戻るっていうのが、まあ、筋かな。ほう、そんな筋を通す男だった、ね、実際あんまりね、情報がね、日本にあんま来なかったよね、うん、結構マイナーの、なんかメジャーで、なんかこう、違いみたいな、メジャーと日本の違いで、どういうとこ感じた、当時の。そうだね。やっぱり技術の違いは、まあ、うん、違うね。技術違う。パワーとかじゃなくて、バッターのレベルが高いって感じ。あ、すごい。どう高いの。あのね、やっぱりボール球振らないし、選球がいい。選球がいいし、やっぱり甘い球をミスらない。なんでかね、やっぱこうステップあんま取らないし、頭動かないからとかもあんの、うん、それから引きつけるとかいろいろある。多分相当練習してる。バッティングだけ。ただバッティングはお金になるから、はい、ひたすらやってる。キャンプ中でもやっぱり朝早く行ったとしても誰がやってる。そうだね。バッティングだけはやっぱり、なんかこう昼には終わってそうなイメージですね。イメージはありますけど、ね、やってる。見たことないから、はい、ひたすら打ってる。そうだね、うん、技術が上やと上っていうか、うん、もう全然違う。そう、練習量と、うん、練習量も結構あると思うし、感覚的にこう日本の来る外国人いるでしょ、うん、は大体内角が弱くて、はい、まあ、外目は手伸びゾーンでね、長打があるイメージだと全然違った。はあ、じゃあもうね、タイロブッツとか言ってる場合じゃない。全然違う。やっぱりそこで活躍できなかったから、うん、まあ、日本でプレーしてるって感じで。メジャーってじゃあナイターだったらどういう流れ。普通は昼ぐらいに行って、うん、もう日本とはあんま変わんない。変わんないね。まあ大体そう、6時試合だったら4時ぐらいには来てくれと。で、まあアップしてビジター。いや、ホームで。ホームでもまあ4時って16時。16時ぐらい、うん、バリ遅いんですよ。あ、それ自分の、あれ、そうそう、その前に練習してんだよみんな。あ、ただ最後のアップはそのぐらいだって話して。で、先発ピッチャーは特殊で、うん、何時でもいい来て、うん、だから18時に肩作っとけよとか。そうそう、それだけ投げるのが決まってんの、うん、で、何時行ってたの。1時間半前ぐらい。すごい。だからルーティンないの。 それがルーティン。あ、そう、アップの逆算して、だそれぐらいだったら間に合う。日本だとほら昼にはいて、あ、そう、なんだろうな、ちょっと動いて、うん、マッサージとか入るのか。そうか、遅く来てマッサージからアップしてとかね、うん、先発だったら3時ぐらい。日本だったら、いや、ホームだったら1時50分とか2時、うん、だって確か6時スタートの時は10時間前ですね。すごい合理的というか、なんというか、うん、いいね、うん、まあ、そういう分ではこう自由というか、先発は俺とか、なんかシーズン中なのに早出が早出ってあって、ね、10時半から得だったりするシーズン中なのに。すごい、あんなメジャーじゃ考えられへん、ほんと面白いね。で、4時に来て、で、まあ、ルーティンの女の子、とりあえず日本みたいにこうキャッチボール普通やらないんだけど、みんな、うん、ちょっとアップしてキャッチボールして、で1回休んで、で30分前に本チャンネル作り、
30球ぐらいペッペッペッと投げて30球ぐらい投げてゲームと。羨ましいね。なんか楽しそうだもん向こうの辛かったこと辛かったこと辛いとかね俺の想像な感じないんじゃない。ある。それさえも楽しくしますみたいな雰囲気だ。まあマイナーリーグはそう、マイナーリーグはトリプル A はまあ全然平気なんだけど、ダブル A は辛かった。ダブル A の監督がちょっとね硬い人 で厳しいんだよね。厳しいっていうかうちらには厳しくないけど、もちろん例えばダブル A のバスが1台だと、はい、もう補助席に座るとか。はそうすごい、もうキツキツだから。まあ補助席の方が足伸ばせるからいいよ。トリプル A は2台あって、まあ、大体こうラテンと白人なの。怖がれてる、ね、左で。そうで最初白人の方入ってたんだけど、ラテンうるさそうだから。でもラテンって最初うるさいんだけど30分後にはみんな寝てる。あそうかラテンモードに行ったね。そう分かれるから。ラテンそうそうそう、ハンデがね永遠と映画流れてる。本とか読んでる。ああ読んでるやつ見る。アンダーマンの出会いは、あ出会いはここにもありますよ。お、もともとね、アンダーマンの契約選手だったね。そうそう、当時あの出始めてね、コンプレッションっていうのは、まあ、ピチピチっていうやつを、本当最初に着てもらったよね。そう、本当に本当初期で着てた。2000、だから5、6年ぐらいの時ね。いや、もっと前かな。もっと前、うん、で契約選手になったらそのぐらいか。多分、うん、もっと前かな。でも優勝した年ぐらいには契約選手。うん、見返したら来てたもんね、ピチピチな。え最初出会いは、えなんかアップロードされたの。あのね、上坂さん、わかる。あの、伝説のとこそう、上坂さんの紹介もあって、おそれで、そう、安田社長とか、うん、はいはいはい、と出会った弊社社長ですが、そこからですね、来てみて その、なんていうのかな、こうサポートされてる。確かにね、投げてて、で一番気になってたのがそのこういう素材だったらこうなっちゃうの、こういうんですね。でもピチッとしてればこうならなくて、すごいこう違和感なく投げてた。なるほどね。でなおかつサポートもされてるからもう本当ありがたかった、うん、あいいなと思って本当。はあ、うん、おかげさまで。おかげさまですよ本当に。今のアンダーバーガーのもういいだろう。はい、まあ、でも言いたいところですか。ガチです。まあね、まあまあまあ当時ね、だっていなかったんだから最初ですよ。井川の噂、もともと右投げ。うん、ほんと、あ、ごめん、もともと右投げも練習したって。あ、左、あれ噂か、左だったけど、バランス良く、これ反対だと思うんですよ。もともと右投げでバランスを整えるために左で始めて、それで左を、違う、うん、左投げて、で右投げもできたらかっこいいんじゃないかなと思って練習してたけど肩壊れた。右の肩壊れた。そう、まあ、だからウィキペディアそれじゃあ直してもらって自分で直してもらって次、コントロールが悪かった時代、野村監督からダーツのイメージで投げろと言われてアドバイスを受けたと、うん、でそこからダーツにハマって大会も出た。大会は出てないの。あれあれ全部バツやん。でもまあ野村監督からは、まあ、的のようにこう投げろっていうのはあった。うまい。まあそこそこお金がかかった場合もあれ次デイリームが苦手。これは苦手。これ苦手やで。苦手、うん、もう眩しいし、あの生活リズムが違うし。あれいつからサングラスかけ出したの。そうそう、何年なんですね。あれ2000何年だろう。いや思いついたね、あれ。そう、あ俺デイゲームやるの苦手やと。そう、クラコシエ甲子園だとちょっとこう傾いてくる時がもう夕日が直で当たるから嫌で、デイゲームもなんか眩しいなって思って。デイゲームね眩しいね、確かに。あそこね、ほんと夕日もさ、うん、バッターからするとあの屋根がね、影と影が入ってくるピッチャーの中に。あー、はいはい。で、一回消えるよ、ピッチャーの球、うん、すごいんだね、あそこ。最後、これ私もあれですね、年俸1億円も超えてた時に1ヶ月の消費がファミ通500円だった。これはね、ファミ通500円、違うね、490円か390円。確かそれ、そう、1ヶ月ファミ通しか買わなかったの。そう、それはね、でも1億超えてた時じゃないな、もっと前、うん、若い頃。
はもう外に出なかったから、もうファミ通一冊だけ買って、もうその月は終わったっていう。裏のね、なるほど、裏の。そうそうそう、そうファミマで、そう。ほんでね、お金貯めて、そう、セルシオ、セルシオ2台買った。そう、よく知ってる。キャッシュね。キャッシュね。すごい、あの時年俸がだから、そう、800万ぐらいの時でセルシオ2台買うんやから、うわっぽどこいつはね、やばいよ、金の使い方。その通り。最後、最後。ラジコンヘリ。うん。これもね、有名だと思うけど。これはラジコンヘリが好きだっていう。うん、もう今やったらもうドローンだね。ドローンやってる。ドローンやってない。ここやってない。やってない。もうヘリは？ヘリは最近はもう全然やってない。でも、ラジコンってさ、自分で作るじゃん。それが本当に飛ぶのかっていう。自分で作るのか。ここまで行くところか。そっちから。そう。それでちょっと興味持ってやったら、結構面白いって難しい。なるほど。できたもん飛ばすんだよね。違う。作るのが好きなの。確かに。俺、だから、ナルオハまで一回ね、俺がルーキーの時に飛ばして、飛ばなかったんだろうな、多分。飛ばなかった、うん、なんかバット飛びをしてたような気がするんだよ。一緒に飛ばしたくて。覚えてないでしょ。一緒にナルオハ、鍵閉まってんだけど、勝手に開けて中入って、あの外野で二人でラジコン飛ばしたくて。で、オチはね、なんていうと、次の日俺だけ寮長呼ばれても俺だけ怒られた。マジで？まあ絶対怒られてないから、あれだろ、ね、これだってエースだった当時ね、グリグリ回って俺だけ怒られたよ、梅本さんに。マジで？俺のラジコンじゃねえしね、まず。俺が勝手に飛ばすわけねえし、井川でしょって言ったけど、まあ俺が怒られた。あ、そうなんだ。俺、寮長怒られたことないな。門限10時半なのに10時に寝ちゃう寮長。そうなんだ。トーク以上です。